と、企画としては、まあ、企画ではないんだけど、まあ、これはお誘いありがとうございます。いや、これはめちゃくちゃミオは大好きだから。本当？うん、本当大好き。なぜかというと、これはただただイヤホンを両耳して大音量ガンガンで歌詞も見ずに歌を歌う。歌詞を見たらいけないの？ダメなの。見たらダメ。見たら歌えちゃうじゃん。だからミオ好きだよ。できると思う。得意だと思う。だよね、できると思う。だからちょっとやってみたいなと思って。オッケー。これで何曲も編集は全部カットします。もちろん編集はすべてカットです。面白い。やっていきましょう。と、はいはい、曲は、はい、まあ、ミオの携帯を使って、はい、ミオの AirPods でやるんだけど、はい、歌は決めていい。誰が？ミオが。ん？ミオが歌う人だったら私が決める。オッケー、分かった。私が歌うときはミオが決める。あ、了解。うん、もう知ってるし知らない問わずにやる。オッケー。もうめっちゃ難しいのとかも全然入れて構わない。いいよ、ミオの知ってる歌にしてよ。いや、だからダメなんじゃん。知ってても知らなくても聞いたものに対して歌えるかどうか、はい、だってさ、どうせさ知ってるって言っててもさ、ちょこっとじゃん。あ、そうなんだよね。サビだけ知ってるとかさ、ちょっとなんかメロディーだけ A メロぐらいちょっと聞いたことあんなみたいな感じだと思うから、だから全部歌えるか。かしこまりました。じゃあやっていきますか。はい、お願いします。開きました。じゃあ、エアポッツを耳に最初していただいて。なんか別にさ、楽勝な企画な感じがする、うん、って思ってるでしょ。うん、ミオは聞いたものに対して全力で歌ってください。はい、はい、全力で歌うのね。はい、何を出したかは言わないです。皆さんこれを聞いて何を歌ったかちょっと当ててみてください。逆に面白い。じゃあみんなに、そう、ちゃんと伝わるように、そう、みんなに向けて歌ってください。歌いますね。はい、では先行桃のミオ。では桃のミオさんが何を歌っているか皆さん聞いてください。では行きたいと思います。お願いします。うるさかったろ、言ってね。はい、何か、え？音漏れしてるかな？わかんない。ないない。しながら今日も一日を過ごしていく。みんなよいしゃもや。やっぱり街の組。つきたて売れてるんだのに。君は一人で過ごしている。そんな君に伝えるのがあるんだ。大きな口あるあーあー、歌ってよ、歌ってよ。空を見るよ、暗さえもそう寝たいんですから、この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく。いやいや、今歌ってくれたから止めた。合格合格。違う、あーって言ってた場所は、何、裏であったの、ハモる部分が。あ、そういうことね。でも歌詞ついてたよね、そこ。うん、それを、うん、2人いるじゃん、うんうん、2人の脇役やった。脇役3人目をやっちゃったってことね。そうそうそう。いや、すごかったよ。やっぱミオにしかできないと思う。ありがとう。やばい、イヤホンつけてると、うん、自分の声が聞こえないから、うん、気持ちいいの。酔っ払った人みたいさ。ちょ、同じ曲でチャレンジしたい。私もミオも、ミオと、うん、あ、オッケー。いい、それさ、ずるい。自分がさ、知ってるの今選べるんだよね。で、ミオも知ってる曲だよ。ほんと？うん、これはもう、はい、お箱ミオが。ほんと？うん、でもなんか読めてる気がする。多分なんだから。はい、ミオのお箱曲、皆さん聴いてください。響きますように。これ歌詞見ないバージョンで。
ウォーウォーウォーイェイイェイ、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 影が焼いたのは夜神でも太陽でもなくて、君だと気づいた時からの涙ぐむ雲のずっと上には届ける月、思い出ずっとずっと忘れない、空二人が離れていても、こんな好きな人に出会う季節二度とない、光ってもっと最後の礼にきっとそっと思い届く、信じることが全てが総理、いつも見えなく夜この手をそんなに向けて、身を奪う君との思い出、悲しさが人になるので君の手がそり旅に出す、きらびてくれた夏の旅路を凍えて季節気になるね、思い出ずっと忘れる、空が二人が遠くにいても、そんな君も好きでも言ってもどうさ、このせいで大丈夫どこにいてもここに感じてる、思い出ずっとずっと忘れない、空二人が離れていても、こんな好きな人に出会う季節二度とない、光ってもっと最高のレディ、きっとそっと思い届く、信じることが全て、明けない夜がないよ、信じることが全てラソーリー。いやちょっと待って、クレヨンしんちゃんがいた。クレヨンしんちゃんがいた。たのは鏡でも太陽でもなくて、君だと気づいた時から、あの涙ぐむ雲のずっと上に頬笑む月、ラブソーリー、また一つ傷ついた夢は昨日の彼方へ、空に響け愛の歌、思い出ずっとずっと忘れない、空二人が離れていても、こんな好きな人に出会う季節二度とない、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、出ちゃった、ね、え、聞こえた、がっつり、ね、カエルがいたよ、住んでたよ、カエルが住んでたよ、おのどすっごい来たよ、ね、っていうか、やばいよ、クエモンしんちゃんみたい、マジ信じることみたいな感じ。めっちゃ低くて喉が痛くなる。なんか歌詞を見ても見てなくても、見るそんなに変わんない。ちょっと衝撃を受けた。マジ？うん。びっくりした。はあ、喉が痛い、疲れちゃった。あ、水飲んで。うん、やる？もうすぐ始まるよ。いきます。いきます。たのは鏡でも太陽でもなくて、君だと
気づいた時からあの涙ぐむくものずっと上には微笑む月ラブストーリーあったひとつ傷ついた夢は昨日の彼方へ空に響け愛の歌思い出ずっとずっと忘れない空二人が離れてい二人が離れていてもこんな好きな人に出会う季節二度とない光ってもっと最高のレイバラソーリーすごいいけるじゃん。下手くそだけどね。ここにいても君をここに感じてるって言ってた。そう、ここにいても君をここに感じてる。どんだけ欲しいんだよって話だよね。どこにいても。あ、どこにいてもね。いや、これ面白いわ。え、ちょっと面白くなりそうなやつ一個ある。何？じゃあ、次お願いしてもいいですか？はい、結構ちょっと難しいよ次は。難しい。どれ？知ってる曲、みやの知ってる、うん、知ってる曲だから、うん、歌えちゃう？歌えちゃう。ちょっと行きたいと思います。じゃあ歌えちゃうところ見せちゃいます。うん、ここでね、みゆの本気出してもらうと困るから、はい、じゃあこれは何を歌っているでしょう。はい、いきます。ちなみにさっきのはラブソースイートです、嵐。どうぞ。最初からもう街に出て見えの張り合い彼の自慢話すべて割り切りが肝心だねってただの気楽将棋でしょ。将棋彼の前では分け前テレビニュースは無関心そろそろ私やばいから優しい男なら他にたくさんいるしルックス重視なら愛想笑いで get to you 嫌がそういうふりをして本当は育児なしの寂しがりだからそんな私をレスキューミー。いや歌えてたよ。歌えてたよ、ね、うん、でもなんか本当っていう言葉コントって言ってた。コントコントのみたいな。え、なんだっけ、なんだっけ、その前なんて歌ってたっけ。どこ本当。ないじゃん。いや、あったあった。あ、目ざといふりをしてコント、目ざといふりをしてコント、はい、言ってた。これ得意だよ、悪いけど。これ歌詞 見たら、ドライバーシートまで横殴りの羽目、お、うまい。ワイパー効かない夜のハリケーン。うまい、うまい、うまい、うまい。I love you あ聞こえなくてムチ元耳を寄せた二人の思いかけす雨のハイウェイサーティ二人は出会いフォーティ幼い心増やした向けあいつに預けたフィフティシックスティーン初めてのキスセブンティーン初めての朝少しずつため息
き覚えた18すごいじゃん。もし俺がヒーローだったら、あの趣味を近づけやしないのに、そんなあいつのささやきに、うなずけない心が寂しいだけ。もうさ、ただうちらひたすらカラオケを楽しんでるだけだからね、これ。あ It's so Friday, Friday Chinatown 夜中の人混みに It's so Friday, Friday Chinatown 今帰る4サイン2日自分であげ1日ごよすげてる今日のほうなったぶどい自由かのま取り憑かれていてもあいつはのまで遊ぶのは言えない場所でね言い込むんかいよ It's so Friday, Friday, Chinatown 隅に道付けを It's so Friday, Friday, Chinatown 私を一国人ねうまい私It's so Friday, Friday, Chinatown 私も異国人ね強力胸きついこれこれまだあるんでしょない、終わりあえ、これきつい強力プレイじゃない、うん、すごいなんとなく分かった分かったけど、きつい声が、うん、喉をどれだけ開けたら歌えるんだろうと思ったいっそーって歌ってるのがきついしかもちょっと通りすがりがいたけど通りすがりすげえ笑ってたずっとこうやって我慢してたえ、これ面白いわ面白いねカロリー消化を起こしてるこれね、最高にいいねいいねうわもうね、次ね、歌ってもらう曲決めてるんで最後にやっぱね、ミオにはね、これを歌ってもらわないとやっぱ閉まらないでしょと思ってるから、うん、これをちょっと歌ってもらう歌詞見てもいい歌詞見てもいいよなぜなら難しいからこの曲、うん、やっぱ今さすごい流行ってるからさ、うん、多分めちゃくちゃ乗って歌えると思う OK、うん、これでストレス発散してくださいありがとう、はい、では皆さん聴いてくださいいきますいいですかはいいいです最高最後の締めにこんな気持ちでありがとうはいでは行きたいと思います正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる見せつけてやるよもう気持ちよく歌っちゃってもう歌っちゃってこれねちっちゃな頃から優等生気づいたら大人になってたナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなくでも遊び足りない何か足りない小町まこれは誰かのせい当てもなくただ混乱するエイデンそれもそうか最新の流行は当然の把握、はい、経済の動向も築地チェック尋常な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールですハウセウセウセはあなたが思うより健康です一切合切もようなあなたじゃわからないかもね
あーよく似合う、そのかもなく不可もないメロディ、うっせぇうっせぇうっせぇは頭のだけが違うので問題はない。つっても私も犯人間、殴ったりするのはノーセンキューだったら言葉の銃口をその頭に突きつけて撃てばマジやばない、慣れやしない不平不満垂れて慣れの果て、サディスティックにだでもする精神、クソダリーナ、それが空いたグラスあればすぐに次なさい、みんながつまみやすいようにくじ外しなさい、会計や注文は先陣を切る不分離世間のマナーです。はぁ、うせぇうせぇうせぇは不正口ふさげや限界です。絶対絶対現代の代弁者は私やろがい、もう見飽きたわ二番煎じからのパロディ、うせぇうせぇうせぇは丸々と肉付いたその顔面に番、うせぇうせぇうせぇはうせぇ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 は私がそこにいる天才です。うせぇうせぇうせぇはあなたが思うより健康です。浅いが細胞ようなあなたじゃわからないかもね、あーつまらねえ何回聞かせるんだそのメモリー、うせぇうせぇうせぇはあたしも大概だけどどうだっていいぜ問題はない。気持ちよかったと思う。気持ちいいねえ、だってもうすごいもん。自分も言っとく？いや、私いいよ。私はいいよ。言っときなよ。いやいや、一応。さとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる。これ、厳しいな。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくただ混乱するエイデイ。それもそうか、最新の流行は当然の把握、経済の動向も禁止チェック、純情な精神で入社しワーク、司会人じゃ当然のルールです。はぁ、うせぇ、うせぇ、うせぇは、あなたが思うより健康です。一切が細胞ような、あなたじゃわからないかもね。あぁ、よく似合う、そのかもなく、不可もないメロディ。うせぇ、うせぇ、うせぇは、あなたの出来が違うので、問題はなし。引き受けてください。出し切っちゃってください。腕立てしてなんでやねん。私も犯人間、殴ったりするのはノーセンキューだったら言葉の銃口をその頭に突きつけて撃てばマジやばない、止まれやしない不平不満でかはらはん、サディスティックに変貌する精神、クソダリーナ、さっき空いたグラスのあれば次続きなさい、みんながつまみやすいように串外しなさい、会計や注文は煎じ行き、不法じゃなきゃいけないのはあなたです。はぁ、うせぇうせぇうせぇは癖口ふさげの限界です。絶対絶対限界の代弁者は私やろがい、もう見飽きたわ一番煎じパロディ、うせぇうせぇうせぇはまるまると肉付いたその顔面にパッチ、うせぇうせぇうせぇはうせぇうせぇうせぇは私が俗に言う天才です。うせぇうせぇうせぇはあなたが思うより健康です。下世話最後ようなあなたじゃわからないかもね、あつまらねえ何回聞かせるんだ、私も大概だけどどうだっていいぜ問題はなし。きつ、どうですか、気持ちよかったね。いやもうね、自分の声聞こえてないからさ分かんないんだよ。いや意外と歌えててびっくりした。マジで、うん、
結構きついこれ。いいよ。もう、うん、喉痛い。あの、こいつらやべえって思うか、あははっていう感じで笑ってくれるのか、うん、どっちかわからないですけど、面白いって思った方は、これ第2弾やりたいと思います。第2弾やるときは全部高音曲。最高です。で、行きたいなと思っています。またその時にね、ゲストで桃野美桜さん呼ばせていただき、いいんですか？はい、あの、いつかね、ゲストではなくレギュラーになるかもしれないのでこちらの動画見ていいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。ではいつもので締めたいと思います、はい、のコロナに負けるな。さよなら。マーベラスパッカーピッカーアルタチバイバーイ。